こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。何やこれはさっきから。元気出していきましょう。そうですね。はい。はい、今日はリブニットに合うカジュアルスタイルをやってみました。はい。はい。うん、今年大流行してます。リブニット、ね、街中でよく見かけますね、はい、見かけるんですけど、うんうん、オーバーサイズのサイズ感がちょっとゆったり着るようなお洋服が、まあ、多いもんね、多いので、ね、うん、それに合わせてちょっと女性らしいルーズなアレンジをやってみました。はい、声変えたんですけど分かりました。大丈夫です。すごく簡単に時短でできますのでぜひ参考にしてみてください。はい、はいはい、それでは動画スタート。N ドットのオイルを使います。手のひらに4滴垂らします。全体に伸ばして毛先から順に上に伸ばしていきます。顔周りもしっかりつけていきます。耳上で横に半分に分けていきます。上の髪の毛を少し左側にまとめていきます。ゴムで結びます。結び目を持ちながらゴム付近から3箇所崩していきます。その上も間をほぐしていきます。下の髪の毛を2つに分けます。結んだ髪の毛の上でまとめていきます。ゴムで結びます。下の髪の毛をロープ状に編んでいきます。毛先をお団子状に結びます。クリップタイプのヘアアクセを使います。ゴムにつけるようにつけていきます。真ん中のゴムの部分にもつけます。毛先もつけたら完成です。リブニットに合うカジュアルアレンジいかがでしたでしょうか。実際クリップでゴムを隠しただけなんですけど、つけるだけでおしゃれ度もアップしますし、すごく簡単なのでぜひやってみてください。バイバイ。